はい、こんにちは。皆さんいかがお過ごしでしょうか。昼間が暑くて、武田さんも事務所の外で道路端で、座って、ぼーっとしたりしています。もうこれ以上暑くなるとまた心配になってきましたね。まあ、季節はどんどん動いてますから、なんと外に出て気持ちいい季節でしょうかって感じですが、まあしょうがないですね。というわけでお便りです。今回ちょっと長いですよ。いつも楽しく拝見しています。おべんちゃら抜きで今一番更新が楽しみな YouTube チャンネルです。当方69年生まれ51歳を目前にした兵庫県川西市在住のおっさんです。武田さんみたいなかっこいい親父を目指しています。ありがとうございます。子供の頃は近所の竹やぶに忍び込み、よさげな竹を切り出して竿を作り、川や野池で追川、早、船などを釣っていました。日々爆釣でした。釣りトップを双眼号から愛読し、中学生になった頃にはブラックバスにはまり、以降お小遣いお年玉のほとんどを釣り道具とレンタルレコード&それを録音するためのカセットテープに捧げてきました。ハトリーズのルアーを毎月1個ずつ買うというミッションを自分に課し、池田のマリンコンパニオンという釣り店に足しげく通っていました。前回のビッグバドの話最高でした。しかし私残念ながらいろんな事情で釣りから遠ざかり、釣りを再開したのはつい1年半ぐらい前なんです。ほぼ30年のブランクです。当時の釣り具は全て惜しげもなく友人に譲ってしまいゼロの状態でしたが、すでにこの1年半でかき集め、久々に魚さんとのやり取りを楽しんでおります。再開してからは渓流ルアー、天からアジング、タチウオ、メバリング、チニングなど、一挙に節操なく取り組んでおります。この頃は本当にジャンルなんて関係なく、何でも楽しいと感じています。ただ同時に健康で元気に釣りができる時間があと20年として、自分が本当に楽しいと思える釣りがしたい、そんな釣りに時間を投じたいと感じています。結果道具選びにもついつい慎重になっています。お金もそうですが、それ以上にしょうもない道具を掴んでしまったら時間がもったいないと思っています。そんなこんなで竿についても自分なりに調べたり試したりした結果、自分用には山賀ブランクスさんの竿は好みだと思っていました。実際に本購入しそこそこ楽しんでいます。ところが最近私が足しげく通っている池田市のフィッシング一番さんにゴーフィッシュコーナーができて、武田クラフトゴーフィッシュの存在を目の当たりにすることになり、ゴーフィッシュのウェブサイトや今回の一連の YouTube 武田サロンで武田さんの釣りの哲学に触れ、そこへ来て最新動画、P2 の話ね、竿について大いに語るの会を拝見した結果、今一番欲しい竿は UL76P2 ということになっています。残念ながらソールドアウトということですが、再販を心待ちにしています。武田さんのおかげで今後の自分の釣りのスタイルの方向づけが決まりつつあります。ほんまにやりたい釣りが見つかりそうな気がしてきました。 P2 で腕とセンスを磨き、じいさんになる前に平続きまでステップアップできれば最高です。今後もゆるく面白い動画を楽しみにしています。自分はバイク調校も多いので、パックロット、カモメトレイルについての話も興味があります。楽しみにしています。最後にどうでもいい質問です。武田さんは調校の際に頭の中で音楽鳴ってますか？鳴ってるとすればどんな曲、ジャンル何でしょうか？あるいは静寂ですか？どうでもいい話ですが、芸術家の、調校中の脳内環境を覗いてみたくなりました。釣りとは全くない関係ないテーマですので、スルーしていただいて全然結構です。それではご自愛ください。 RH さんありがとうございます。いやー嬉しいですね。まあ、ちょっと若い方昔話になっちゃいますけど、ほぼ同世代といいますか、これちょっとまあ順序立ててね、僕が子供の時もそうでした。武田さん大阪市平野区、非常に下町ダウンタウンみたいなね、下町に生まれ育ちまして、歩いてですね、どうやろあれ20分ぐらい歩いたら、まっちゃま公園という池がありまして、その中にちっちゃい公園がありまして、その中にちっちゃい池があって、そこでね、もう小学校に入る前にザリガニ釣りをしてた記憶があります。で、小学校入ったぐらいはもう
100円とか50円とかいう、お小遣いをもらってですね、その行く道中に釣り具屋さんがね、ちっちゃい釣り具屋さん、おじいちゃんと娘さんがやっているような釣り具屋さんがあって、そこでですね、もう30円のこんなね、コマウキとかね、買ってました。それが最初の釣り具屋さんとの出会いです。一緒ですね。だからもう雑魚釣りなんです、最初は。ちっちゃい浮きに、なんか、家の冷蔵庫からうどん持ってきて、さなぎ粉だけ無理くり買うて、まあ、それでね、モロコ釣ったり、タナゴ釣ったり、コブナ釣ったり、もう僕の最初のバクチョウも、コブナ山盛り、もうこれでしたね。まあ、あれで一気に、ドーパミンが出たんじゃないだろうかと。そんな、ザリガニ山盛り釣った時も結構興奮してましたね、おそらく。まあそんな感じです。まあ同じように僕らもやっぱり小学校高学年ぐらいから、ブラックバスブームが訪れたわけですよ。書いてますね。釣りトップ創刊号から愛読、お小遣いお年玉のほとんどは釣り具レンタルレコード。まだ僕レンタルレコードってね、中学になって高校入る前ぐらいからかな、小学校の高学年ぐらいの時はなんとお年玉はですね、お年玉をもらうと、アブを買うかラジコンを買うかどっちかで、これ武田さん自慢じゃないですけど貧乏でしたんで、どっちも買えないぐらいの額で、まあ、会えなくですね、必死になってバルサ5を1個買うみたいな、非常に我慢してた子供時代がありました。今思い出しました。いいですね。そしてハトリーズのルアーを毎月1個ずつ買うというミッションを自分に課して、池田のマリンコンパニオンという釣り具屋に足しげく通っていました。これ実は、今回のお便りをいただいていろいろまた武田さん思い出しました。当時僕が24、5、6歳ぐらいの時、その後僕はまあ、東京へね、音楽活動しにうまい具合に、東京行くんですが、その直前まで、スミスさんの営業マンでして、武田さんなんとこのマリンコンパニオンさん池田店担当でございました。お会いしてたかもですね、R1さんで。当時ね思い出しましたよ。なんかね、豊中方面から池田ね、まあ、車でこう営業行くんですけど、最初にね、豊中にねアンクルさんっていうちっちゃなバスのプロショップがありました。でそこ行ってからで稲六176号線沿いを今度行くんですけど、まあ、まずは田崎さん、これも有名でしたね。古くからバスのルアー置いてました。すごい賑やかな、いつも忙しいお店で、でその目と鼻の先にインパルさん、昔のシャークさん、これインパルのおっちゃん言ってね、もうまあ知ってる人たちで、僕らも小学校高学年中学入ったぐらいの時はお年玉一生懸命持ってそのアブを見にね買いに、行ってたのはインパルですわ。でそのままずっと行って、でその頃かそのちょっと後ぐらいかな、餌一番さんの最初のお店、ルアー館ができる前の餌一番さんね、本店、そこへ、行ってまして、その後ねフライのブームがすごい来たので、餌一番さんなんかはもう一挙にフライのアイテムをブワーっとこう置いたりしてて、で、なんだかんだで最終、マリンコンパニオンマリコン池田へたどり着いて、無駄に2時間喋って帰ってくると、まあ、こういう、まあ、流れでしてですね、当時は本当に、9割バスでした、関西はね。で海のルアーの話をする人っていうのはほとんど僕なんかいなくて、まあ寂しい思いもしたんですけど、まあでもバスがなんせ人気で、この当時ね僕昔はねこう営業者に釣り具満載積んで下ろしてたんですよ、直接。だから1日だよりもフラグラブ500枚ぐらい下ろしてましたよ多分。まあ、それぐらいなんか まあ、バスブームというかね、まだいわゆるトーナメントが全盛になるなってかちょっと前ぐらいかな。これ喋りながらいろいろ思い出してます。懐かしいな。もうインパルさんなんかね、あインパルさんすごい面白い話があって、ここまあ何年か釣り具屋さんの店員さんと話をするときに、武田さんもう荷物置くとこないんですよいっぱいでみたいなね、よくまあ言うんですけど、僕そう言われるたびに上から釣りって言うんですよ。これはなぜかというとインパルさんが、昔そうで、当時のインターパルスさんは店舗が2階なんですが、2階に上がると、
まず縦の大きなガラスケースの中には、私、まあ、当時スミスさんでしたから、ティラミス、バトラックス、その後オブザイヤーっていうね、なんて騒がれて、もう全機種山盛りそこへ積んだって、でフェインウィックとかね、もうそうそうたる騒がいろいろあって、でプラグ類はこう広いショーケースガラスケースの中にもうびっちり入ってるわけですよ。でインパルのおっちゃんどうしたか、ワーム天井からもう大きなブドウの房のように山盛り釣ったってですね、2階上がっていくとですね、もう視界がほぼないんです。で上がって、まあ、階段上がる音がするんで、いらっしゃいませって言われるんですけど、どっから声がしてるのかわからんというね、もう非常に、強烈でしたけど、もう釣り具さんああであってほしいなと思うぐらい楽しかったです。これがまたね、インパルのおっちゃん子供がね買いに来るわけですよ。ワーム1個、おっちゃんあれどこにあんのよと、もうやっぱり全部熟知してるわけですね。そう、房みたいなとこからやっていいことってね、渡してる、まあ、非常に面白かったですね。でマリコン池田、これ下村くんやったかな、なんとか村くんって、僕まあ年も近くてすごい仲良かったですよ。でいろんな話ねさせてもらいに、で当時、まあ、マリコンさんもそうだったんですけど、まあ、1階が一般店で、2階がちっちゃい2階があって、そこがルアーコーナーだったんですけど、まあ半分以上もうプロショップみたいなもんです。まだねブラックファスト釣りって言ってもそこまで、特にそのルアーの釣りって言ったところでそこまで一般の人には知れ渡ってないですから、まあ良かったですね。時代が本当緩いというかね、同じように忙しいんですよ。忙しいんやけど、忙しさの質がやっぱり全然昔とは違ってて、やっぱり釣りの話、みんなが注目してる話っていうのが割と似通ったのがあったんで、それでねお客さん交えていろんな話をしながら、過ごしてました。懐かしいな。元気にしてんのかなね。今も釣り屋さん本当大変だと思うんですよ。まあ一つは僕らも含め全員がお互いもう無駄に忙しくなってるというかね、あれしてこれしてみたいなこととかで、まあおかげさまでというかルアーの釣りも本当広がったので、いろんなお客さんが来るようになったので、まあ多様化してますし、大変だと思います。だから今の釣具屋さんの店員さん本当僕ね大変だなと、まあ、前々から言ってますけど、だってそうなんですよ。今日始める人と30年釣りしてる人と同時に同じお店に来るわけで、これなかなかね大変やと思います。懐かしいな。あ、30年のブランク、まあこれもねブランクも僕あっていいと思います。僕の場合は、高校3年間これは、1日8時間ドラムの練習しかしてませんでした。まあ部活してたんですけど、僕中高ラグビー部で、だから高校3年間と、その後上京してバンド活動をするんですが、最初の上京した2年、これはもう釣りどころではなかったので、その高校3年と上京した2年だけはちょっと遠ざかってましたね。全くはやめてなかったけど、なので、まあ、30年はなかなかすごいですけど、これ実はね、僕より、まあ、年上の方になるんですけど、何名かやっぱり似たような方がいらっしゃってて、いろんな理由で魚釣りも僕、まあ、若いうちからちょっとプロショップなんかいろいろね出入りしてたんで、いろんな人やっぱり見てきました。で僕らも必死で釣りに行ってたけど、僕ら以上に釣り行ってんちゃうかいう人でもプイッとやめてしまう人もいればね、まあ、いろんな理由、転勤したとかね、仕事の事情とかね、まあ、家庭の事情とかね、まあ、いろいろあるわけですよ。なかなか不可抗力も含め、だからずっと釣りを続けていくっていうのはある意味難しいところもあるんですが、でも今はずっと釣りを続ける、まあ、自分とか周り釣りを今でもしてる連中を見てると、やっぱり何かこう続ける人と続けれない人と、でまたこうやって始める人と、まあ、いろいろやっぱあるのかなと思いますね。これでも逆にいいんじゃないですか、道具も全部ね、その方がいいですよ。昔釣りしててんって中途半端に言う人いっぱいいてはるんですけど、全く昔の道具ほとんど役に立ってませんから、
買い替える方がいいです。特にね、もうライトゲームなんか半分以上は道具が仕事してますから、なかなかね、まあ、僕らみたいにのんびり昭和のスタイルで鈴木釣るんであれば古い道具も全然 OK なんですけどね、まあ、そのあたりいろいろ釣りの、まあ、ジャンルというかね、釣り方にもよるので、ぜひ、またいろいろ始めていただけたら。で、いろんな理由 で僕一番嬉しかったのはね、シーバス鈴木釣りをすごい好きな人がいてたんですけど、もうね、武田さんなんか鈴木釣りおもんなくなってね、これ理由わかるんですよ。10年何年か前ね、やめてたんやけど、武田さんと出会って武田さんの釣りを知って僕またやるようになったと、こう言っていただける方結構いらっしゃるんですよ。これが何より嬉しい。僕はオゴフィッシュやって本当良かったなと思います。ライトゲームはね、おかげさんで皆さんも今入り口というかね、釣りの入門としていろんな釣り入ってこられますから、まあ段階を経てゴーフィッシュみたいなところへ気づいていただければそれはそれでいいんですが、やっぱり鈴木釣りね、もう一回やろうぜと思ってくれてる人がいてるのはすごい僕としては嬉しい、やりがいがあります。で、この方、山川ブランクスさんの竿を日本購入、そこそこ楽しんでいます。山川ブランクスさん直接ゴーフィッシュと会社としてのお付き合いはないんですが、問屋さんの展示会なんか行くと、スタッフがね、本社からこう来られる、熊本やったと思いますけど、山川ブランクスさんね、でなんとですね、まあ、その若いスタッフはですね、すごい平鈴木釣りをするんで平フィード使ってますみたいなね、ありがたいこと言ってくれるんですよ。まあ、そういう、まあ、メーカーさんというかね、だと思います。ところが最近私が足げく通っているフィッシング一番さん池田にゴーフィッシュ講談、これもそうなんです。ありがたいですね。今関西では、コーナーとして、ゴーフィッシュのアイテムを取り扱いいただいているところはいくつかあります。このフィッシング一番さんもそう、同じく、まあ、グループ店ですから梅田ルアショップ一番ね、あとエイトの神戸ですと田松さんで、もちろんフィッシングエイト本店さん、アネックスさんですかね、で、まあ、あとブンブンさん、これはもうすご腕の平鈴木釣り師がいますんで、ブンブンさんも主要店には置いていただいてたり、もちろん、大阪市内は伊勢吉さんとかね、ティーポート南光さん、まあ、こういうところにもゴーフィッシュのルアーたくさん置いていただいてます。全部が全部やっぱ、まあ、置いてもいただけないし、まあ、フォローもできないんですけど、武田さん何よりいい店員さんがいるお店で取り扱っていただきたい。いい店員さんって言い方、まあ叱られるかもしれないですけど、やっぱりある程度ゴーフィッシュのことを分かってていただかないとなかなか難しいですね。まあ、さっきも言いましたけども、多様化しているので、リールがいくらするか、竿がいくらするか分からないお客さんも来るし、でずっと釣りしてるお客さんも来るし、で言いましたけど、何せ皆さんもう無駄に忙しいですから、いろいろ構ってもられないし、でも熱心に、いや武田さんのとこの商品はきっちり置きますよと言っていただいているとこには僕も目いっぱい、フォローアップしますし、そこへやっぱり近隣のお客さんがちゃんと集まってくれるっていうのがいい関係かなと思ってまして、今はもう、まあ、大型のねチェーン店さんが主体になってますけど、まあ、その中でもいわゆるこれ、まあ、言い悪いは別ですよ、多少プロショップ化してほしいなと思うんですよ僕は。それができるお店さんがやっぱりまだまだ日本中あります。おかげさまで武田サロン始めてから、お便りとかご連絡をいただくようになって、東北とかね、ほんと関東圏、まあ、関東もともとお客さんにずっとこう散らばりつついてはいただいてるんですけど、なかなかこうまとまるところがなくてですね、まあ、この武田サロンでまたまとまっていただけたらなとか思いますし、あと、まあ、ゴーフィッシュオンラインショップもありますし、ウェブショップさんなんかもね、ごひいきいただいてるところもあります。今日もね、メールでちょっとお話したね、川崎の釣りすけさんなんかね、もうこれナイスですよ、小柳さん、オーナーさんね、非常に気さくで釣りのことをよく分かってもらってる方ですから、やっぱりそういうとこと、ずっとこううまくやっていきたいと、まあ、そういうふうに
思ってますんで、やっぱり趣味のもんですから、基本的に、分かってもらえてないと無理です。売る方も買う方も。なんかどういうわけかここ20年以上一般的な経済理念にのっとって、どんどん、大型化していったり、釣り自体がなんかブームみたいになったところもあるんですが、これ残念ながら全員が全員同じようにはならないんですよ。同じもの買ったとしてもやっぱりそこはね、個人個人の腕の差というか思いの差、タイミングみたいなやっぱあるんでね。だからそこはなかなか、だから釣り具屋さんもこれはこの動画見ていただいている方はそういうことないと思いますけど、なんかもう客やからみたいな理屈は実はないんですよ。やっぱり人間関係ですからね。そこはやっぱりいい店員さんといい釣り具屋さんと、親しくなって、本当にいい情報とか自分も勉強になるようなことを、していただきたいなと思います。インターネット本当便利で、スマホなんか何でも一見載ってるんですが、これだけ言うときますよ。意外に不本意なことから大きなことが始まるというかね、自分の人生決まっていくのは割とね、自分があんまり追い求めることよりは不意に目に飛び込んでくるようなことの方が大きいです。あとこうやって、今回もたまたまね、マリコンの池田でしたけど、偶然も実は、偶然は必然ですから、普段どう思ってその人が過ごしてるかね、そんな頭使うことないですよ。これが好きやとかこれが嫌いとか、そういう価値観でいいんですけど、でそうこうしてるうちにやっぱり出会うべく人は出会うし、そういうもんだなと、52歳の武田さんつくづく思います。カモメトレイルの話またじっくりします。もうこれ15分とかできんのかなっていうぐらいですけど、ぜひですね、RSさん、いい釣りをできますよ、武田式であれば、かっこよくね、いろんなものに気を配りながら、最後に、音楽の話、これ頭の中に鳴る音楽、武田さんはめちゃめちゃ鳴ってます、常に釣りに、行く道中もそうですけど、洋楽です。僕の場合はほとんど曲になってないような曲が流れたりとか、もちろん聴いたことある曲をずっと頭の中で回想したりとか、で魚が釣れてる最中っていうのは、もう無我夢中でその頭の中真っ白に多分なってるんで、考え事しないですが、不思議なのは釣れてない時に延々繰り返される変な音楽とか、釣れる前にいい感じに繰り返される音楽みたいなのがあって、で恋にね、そういうのを頭の中で変えたりとか、しながら、やっぱりなんかさっきの話じゃないですけど、偶然はないような気はしてます、そういうことも含めて、ですからですね、無理にそんなね、考えることないでしょうけど、なんとなく、結局魚釣りは、間合いが勝負ですから、それは物理的な間合いもそうですけど、やっぱ精神的気持ち的な間合いみたいなのもきっとあるので、僕よく言うんです、平鈴木なんかね、大体釣果は朝起きた時に決まってるみたいなね、そういうこともありますから、ぜひですね、RSさん、この先も楽しい釣りを続けていただいて、どんどん遊んでいっていただきたいなと思います。それではまた皆さん、お便りありましたらお待ちしています。